皆さんこんにちは、井上純子です。大丈夫ですかね。はい、井上純子です。今日はお招きいただきましてありがとうございます。着座にて失礼いたします。今ですね、ご紹介いただきました、補足してちょっと、自己紹介させていただくと、12月に市会議員選挙がありました。でそれで、私ですね、初挑戦しまして、当選しました。でありがとうございます。実は共産党は5議席目指して、現職5人いて1人交代ということで、私は新人で出たんですけれども、ちょっと残念ながらね、1人落としてしまったんですが、4人の市議団ということで今活動がスタートしています。で、私任期が1月からスタートなので、まだもう本当に1期目もど新人ですね。本当3ヶ月しか経ってないっていうね、状態です。でそんな中の3月議会が、つい先日終わりまして、学校給食費のことも今回質問なんかで触れさせていただきました。また後でね、お話の中で、触れたいと思います。で私はですね、年齢でいうと50歳なんです。で、中1と高校2年生の男の子2人の子育て中で、夫 と、あと私の両親と、2世帯で上尾で暮らしています。で、父はですね、昭和18年生まれで、母は23年生まれで、団塊の世代なんですね。で私も団塊ジュニアなんです。ものすごい子供の数が多くて、中学校1年生入った時は、この太平中ですね、11クラスあったんです。で卒業するときは減って9クラス。でも1クラスの人数が今と全然違くて、本当のぎゅうぎゅうの11クラスから9クラスだったんで、もう本当にすごい人数が多い中で、育ちました。で私が中学生のときは学校給食ありませんでした、中学校は。でその後、上尾の、主に新富士の人たちかな、やっぱり運動して、私卒業した後ですけど、中学校も学校給食がスタートしています。そんなところでずっと育って、今こういった形で学校給食の活動をさせていただいております。じゃあ本題の方に入らせていただきますね。会が学校給食費無償化を、無料化を目指す上尾みんなの会というのを、立ち上げた、きっかけなんかをちょっとお話ししたいと思います。ですね、一番最初はですね、2020年の7月24日に新婦人が、主催した学習会に私が参加しました。でそれは何の学習会だったかというと、学校給食費無償化の取り組みについてということで、群馬の石田先生ですね、皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、石田先生のお話を聞きました。で、ですね、2020年のその7月がどんな年だったかと言いますと、2020年の3月から5月まで小中学校一斉休校がありました。コロナでですね。で当時ですね、小学4年生と中2子供が2人の息子がですね、一日中家にいるということで、私自身もすごいストレスが溜まってしまって、もう朝から晩までずっとご飯のこと、食事のこと、朝とりあえず起きて食べさせますよね、もうすぐ次昼どうしようで終わって、ほっと一息、次夜どうしようっていう状態が、ずっと続いたわけですよ。で本当最初の1週間ぐらいは、いやなんかこの先どうなるんだろうっていう、本当に私のメンタルが本当につらかった。でそんな中でやっぱり学校ってありがたいなと、給食って大事だなっていうことが本当に身に染みて、感じました。なんとかですね、乗り越えて6月に学校が再開して、で少し生活、分散登校とかだったんですけれども、生活も落ち着いたところにですね、その新婦人で学校給食についての学習会をやるので、現役子育て中の私にですね、参加しませんかってお誘いをいただきました。で夏休みが入ってすぐの、日曜日だったかな、お休みの日だったかと思うんですけど、
まあ、コロナ禍なので、どこ夏休みとは言ってもどこにも遊びに行く予定もないので、まあ、じゃあたまには新婦人の学習会出るかということで、まあ、今まで私も会員だったんですけど、あまり真面目にね半会とか参加しない、まあ、会費だけは、まあ、払って、まあ、幽霊範囲というかね、そんな形だったので、まあ、たまには出るかなっていう形で、まあ、本当にそんなに気負いなく参加したんです。でそしたら群馬 の石田先生のお話がすごく、まあ、衝撃を受けたというか、でなんで群馬の話が衝撃的だったかというと、すごい進んでるんです。で、揚げはですね、埼玉県の中でも当時1、2を争う給食費の高さだったんですが、小学校で、4300円、中学校で5200円の学校給食費です。で子ども医療費もですね、まあ、進んでる自治体は18歳までっていうところもある中で、当時揚げは、まあ、15歳までですね。で通院が、まあ、15歳まで、入院も、その時はあれかな、15歳まででしたね。でその後はまあ進んだんですけれども、まあ、そういう状態の時に、群馬がすごい進んでるっていう話を聞いて、なんていうのかな、全然知らなかったの。自分の給食費払うことだけで精一杯で、他の自治体がどういう状況かなんか、まあ、知る機会がなかったんですけども、それで聞いて、まあ、衝撃を受けて、で群馬の方では、まあ、引き続き、無償化に向けて頑張っているって、まあ、住民の運動でもし何か少しでも安く、給食費が負担が減ることができるんだったら、まあ、ゲオでもやりたいと。何しろ高いのでどうにかもう自分たちの負担を減らしたいっていう思いで、まあその時参加した人は、まあ、本当子育て世代は私だけだったんですね。あとは、まあ、新人の、まあ、もうちょっと子育てはね終わって、まあ、孫育てぐらいの年の人たちと一緒に受けたんですけれども、まあ、でも行でも運動なんかやりたいねっていう話になって、でそこが発端にして、準備会っていう形で進んでいきました。で群馬の状況でいうと、その石田さんという方は県知事選にも出られたんですね。で、まあ、群馬もともと進んでいたんだけれども、その、まあ、選挙に出たっていうことも大きいとは思うんですが、現在ですね35自治体あるうちの高崎だけが何もしてない状態まで、あと他の自治体は一部とかを含めて何かしらの補助、助成をやってるっていうところなんです。もう本当にすごい先進権ですね。で、まあ、そういうところから刺激を受けて、まあ、業務スタートするっていう形になりました。はい。でですね、まあ、準備会にそうやって業務も、まあ、スタートしようということで、まあ、なんでそこからまあ、私も準備会に参加したかというと、やっぱり現役子育て中の人がいないと、まあ、従来型の運動の仕方だと、まあ、現役世代の人には広がらないなっていうのを、まあ、感じました。まあ、新人の人たちにすごい草の根でずっと長い時間かけて本当に粘り強く運動しているんだけれども、だけどこれからはそれだけじゃ広がらないなっていうのを、まあ、私自身感じていて、で、まあ、私が入ることで、もうちょっとね本当に現役世代とのつながりを作って、広げたいっていうことでスタートしました。で、まあ、コロナ禍で学校の保護者の集まりとかもないわけですよ。でそういう時にやっぱり使えるのが SNS だなっていうことで、SNS もやっぱりやらなくちゃっていうことでスタートしました。で、ですね、まあ、今日資料につけた中でですね、まあ、ニュースも紙ベースのニュースも発行しています。でその他に、LINE 公式も一応作ったりして、やってますね。であと旧 TwitterX、そちらも一応会で作って、まあ、発信をしました。まあ、そんなに頻繁にはできなかったんですけども、
まあ、紙ベースだけではどうしてもやっぱりあの限りがあるので、まあ、そこをフォローするというか、やっぱり若い人にすぐにまあつながるには、まあ、LINE をやっぱり活用するということで、スタートさせました、はい。でですね、2020年の11月に、まあ、いよいよ、学校給食無償無料化を目指す明けおみんなの会が発足しました。でやっぱり、署名を集めようと、でそしてそれを議会に出したいということで、まあ、1万筆を目標としてスタートさせたんですね。で11月から始めて、最初は3月議会に提出しようってなってたんですけども、どうもこう出足が遅いというかね、あんまりこう動きが思ったように集まらないという形 でそれを9月議会に、まあ、ちょっとこのままの筆数ではアピール度が弱くなってしまうということで、やっぱりある程度のところまで、広げてから提出という方がインパクトがあるだろうということで、提出を9月議会まで伸ばしましょうということで、まあ、それに向けて、まあ、リスタートという形で、署名をスタートさせました。もう本当に最初の1年はですね、1年というか、まあ、その提出するまではいかに署名を集めるかっていう形の、まあ、活動だったかと思います。で、行動記録なんかもね、まあ、ちょっと参考までに載せてるんですけども、まあ、会の事務局の会議は月に1回定例でやって、で他に、駅での署名も、まあ、月に1回とかかな。でその他に、スーパー前の宣伝ですとかもやりました。であと、ポスターをね作ったんです。でアプリがあるんですよ、無料の。でそれを使って、まあ、私がちょっと、作って、それを、まあ、なんかプラスターサイズ大きくして、貼り出したりとかで、それを貼ってくれる上尾市内のお店を、まあ、ちょっと回って貼り出してもらって、でそして署名用紙も置かせてもらうとかっていうのを、まあ、何件かやりましたね。で、ですね、小中学校の PTA の会長宛てに署名とお手紙と出しました。で、まあ、あまり返ってくることは期待しないで出したんです。まあ、駅の宣伝で行き合えば知ってくれるかもしれないけど、なかなかニュースも紙ベースだと行き渡らないので、まあ、PTA 会長名で送れば、コロナ禍とはいえ一応会議はやられてたのでね、まあ、目に触れて、あ、こういう活動をやってるんだっていう、まあ、知ってくれればいいかなぐらいで、各小中学校に送ったんです。そしたらですね、3校ほど返信がありました。でこれはもう本当に嬉しかったですね。まあ、全体各学校なんだ、全ての保護者に配るとかっていうのはもちろんなかなかできないんですけど、まあ、集まった役員の人だけでも署名集めてもらって、返信してくれたっていうところもあったので、まあ、これはやっぱり出してよかったなっていうふうに思っています。であとは、上尾はですね、学童が NPO 法人、まあ、1社入ってやってるんですけれども、まあ、そこへもお願いには行きました。ただ NPO はですね、なかなか市から、まあ、補助金もらってるっていうことで、やっぱりそういう、まあ、運動というかね、一斉に全、学童に配るとかっていうのはできないっていうことだったんですけれども、まあただその事務局の方は、まあ、私も杉野高連合会って言ったの、保育所、公立保育所の保護者会が上尾はあって、でそこの役員をやっていた時の知り合いの人が学童の NPO に入っているっていうことで、まあ、個人的にその人にもらうとかね、まあ、そういうつながりでは、まあ、少しは、やって、で個人的にその人も、お友達にちょっと配って集めて持ってきてくれるとかっていうことはやってくれましたので、なかなかやっぱり組織的には動きづらいところも、
まあ、やっぱり個人の要望としては学校給食費それ無料になったらいいよねっていうね、それはもうどの、保護者の方も共通の思いなので、できるところで協力してくれるっていう形で署名が、まあ、集まりだしたっていうことです。で、まあ3月まで目標だったけれども、まあ、9月まで延長して、まあ、なんとか1万筆は残念ながら集まらなかったんですけど、でもかなりいいところまで9206筆まで集まって提出いたしました。でそれと同時に、請願を提出しました。でこれがですね、賛成多数で可決したんですけども、まあただ出すだけじゃやっぱり多分賛成多数にならなかったと思うんです。で、まあ、どういう出し方をしたかというと、まあ、事前にですね各会派を回りました。で無所属も、まあ、自公も含めてね回って、でそしてですね共産党じゃなくて、で私その時別に一市民ですからね、共産党の人にももちろん相談してるんだけど、まあ、政策フォーラムっていう、まあ、立民系の会派があるんですけれども、そこの人に出した時に、まあ、相談に行った時にここの文言をこういうふうに直してくれたら賛成できるよっていう具体的に言ってくれたんですよ。でそれで、まあ、どういう直しだったかっていうと、まあ、完全無償化っていうかこちら、学校給食費無償化を求める請願だったんだけれども、一発で全額ゼロにしたいのか、そうじゃないとダメなのかみたいな、いやそんなことはないですと、もうもちろん少しずつでもいいから進めてほしい、やっぱり一遍にやると上尾はですね、8億円ぐらいかかると、まあそれでもやっぱり予算の 1% でできるっていうのはもう全国どこでもね、どこの自治体でも同じような形なんですけど、なかなかいきなり8億はそりゃね無理だろうから、まあ、一部無償化でもいいから進めたいっていう気持ちですと。でそしたらじゃあここはそういう文言に直しましょうということですり合わせをしてくれて、で、まあ、そして各会派、まあ、だからそこの立民系はそれで丸 OK で、であと無所属ですね、も回ったんです。でそこでですね、上尾は当時維新もいて、であとね N 党もいたんです。まあ、今ちょっと会派変わって、まだね現職でいるんですけど、でその人たちも賛成してくれたんです。で維新はやっぱ大阪が学校給食費無償化やってたから、だから、まあ、そういう意味ではね学校給食費無償化っていうことだけでは、まあ、OK だということで賛成討論までしてくれて、なかなかいい賛成討論してくれても本当に嬉しかったんですけど、まあ、その、内容もね、まあ、ニュースの、どこだったかな載せてますね。2021年の10月号かな、無料化に関する提案が採択されましたってことで、文教経済も本当に一票差だったんですね。で本会議の方ももう本当に拮抗してるので、一票差でした。で、まあ、自民系と公明党は反対で、そして、共産党と、まあ、立民系、あと無所属の人たちが賛成してくれて、まあ、一票差でしたけど、まあ、可決ということで請願が通りました。そしてですね、請願が通った後に9月議会で通りましたよね。で11月に上尾が市長選挙があったんです。でここでも、まあ、市長選挙が請願が通ったすぐ後に市長選挙があったっていうこともすごく大きいかなっていうふうに思ってます。で最初はですね、9月議会の答弁の時は共産党の池田市議が、市長が給食費無償化どうするのかっていう、まあ、正すと明確な態度は示さなかったんですね。だけれどもその後のですね、まあ、議会の中は明確な態度を示さなかったんだけれども、選挙前の選挙公約に学校給食費の第3子への助成
しますっていうことでそこで出てきたんです。でこれはおおと思って、やっぱりこれはまあ請願も通った、署名もまあ一定の数集めて出したっていうところがまあ大きかったんじゃないかなっていうふうに、非常に何て言ったのかな、時間軸というかすごく私としてはトントンと進んだっていう印象、すごくラッキーというかね、ちょうどなんだかうまく歯車が噛み合ったなっていうことで、まあ第、そしてまあ選挙を経て第3子無償化っていうことが実現しています。でそうですね、でまあこの選挙中にですね、その現職の畠山市長と、であともう一お一方自民党から出たんです。で公開質問状っていうのを出して、でまあ政界の時見ていただければ、ね、自民党は反対してたから、まあ、公開質問状で再度確認で出したら、まあ、やっぱりやるつもりはないという、もう本当だから現職は、まあ、一応第三子以降だけどやります、で対抗馬の自民系は、やりません、もう学校給食費の償還に関してはもう明確な態度が分かったので、まあ、これは私たちとしてはやっぱり現職支持で当選してもらいましょうということで、はい、選挙を、まあ、戦ったっていうあれじゃない、共産党じゃなかったからね、まあ、でも応援したっていう形ですね、はい。そしてですね、まあこの間、まあ、署名行って、出して、でその後、まあいろいろ給食みんなの会としては、まあ、学習もいろいろしています。で今ですね、給食費無償化と同時に学校給食に、まあ、有機とか地場産食材をという動きになっていることを実感しています。で2022年にはですね、私たちの方で県の農民連の立石会長講師に、まあ、食の安全と学校給食っていうテーマで学習会を行いました。まあ、それの報告もニュースの方に載ってるんですけれども、まあ、今世界の給食は公共調達の流れですよということで、まあ、自治体が安全な給食を提供するためにお金を出して有機農家を増やすと。でそれで有機農家さんの、学校への供給を納めてもらって、有機農家さんには安定した収入を、まあ、公共が調達すると、払うということで、で有機農家さんとしてはまあ、学校に納めることで安定した収入が得られるので、まあ、収入得られるんだったらということで若い就農者が増える、で子どもたちとしては地元の安心安全な農薬で農作物でね、学校給食が食べられるっていう、もう本当に好循環が作られるなっていうふうに私もこの間学習していろいろ感じています。で、まあ、その学校給食に勇気をっていう流れが、まあ、今気候危機をね、すごい問題になってますけれども、気候危機を打開する鍵でもあると確信しています。でその7月に、まあ、独自で行った学習会の後にですね、10月に全国オーガニック給食フォーラムっていうのが開催されたんです。でこれをですね、私たちもサテライト会場っていうのを作って、まあ、オンライン参加っていう形でね、話を聞いたんですけど、まあ、これその時の資料なんですけど、会場中野ゼロホールかなの会場にも1000人ぐらい集まり、そして全国の、まあ、サテライト会場とか個人のオンライン参加の人も含めて、3000人規模の大きな集まりでした。でそこでもやっぱり言われていたのが、まあ、アグロエコロジーですね、環境に配慮した農業、まあ、これがやっぱり大事になっていると、まあ、かつては日本もそうだったんだけれども、このほんの何十年かの間に、まあ、変わってしまったと。だけど今やりすぎてしまって土がダメになっている、それが地球環境に悪影響を及ぼしているということです。でそれで、今皆さんですね、千葉のいすみ市とかっていうのはよく学校給食の、話を聞くと
お聞きになったこともあるかと思うんですが、このオーガニック給食フォーラムの実行委員長はいすみ市の市長なんですね、太田市長なんです。でそして、事例報告でいすみ市の、報告もされていたんですけれども、いすみ市は、海に面したところ、まあ、そんなに大きい自治体じゃないんですけれども、自然を守るためになんか学校給食に勇気をっていうことで考え出したんじゃなくて、まずは自然環境をどう守るかっていうことを考えたら勇気に取り組むことだっていうことから勇気がスタートしたっていうことなんですね。でそれもですね、23年の1月のあたりかな、あのニュースに書かれてるんですけれども、まあ、環境をどうするか考えたら農業を勇気にすることに至ったということです。学校給食のことから考えたっていうことじゃないですね。それで、いすみ市は有機稲作ゼロだったんだけれども、まあ、そのコウノトリ思いますね。なんかやっぱり地球おかしいっていうふうに思うんです。で、あの私この間あの中学校の授業参観があって行ってきたんですけど、ちょうど SDGs のことについて子どもたちが学んでいて、でなんて言うんだろうな、大人よりやっぱり本当に自分たちの身に直結する問題だから、子どもたちの方がやっぱ本当にちゃんと考えてるなと思って、やっぱ私たちも、まあ、2030年の目標とか2050年の目標とかで掲げられてるけど、本気の取り組みを大人はやってるんだろうかっていうのを本当に考えさせられます。で2030年なんて本当もうすぐそこじゃないですか。で2030年は皆さんまだお元気でいらっしゃると思うんです。でただ2050年って言うと結構先で、でも私ももうね、何2050年ってあと何20何年後だと、もうね仕事も引退してるだろうし、どうしてるかなって。だけどやっぱり子供たち、これからを生きる子供たちのためにはやっぱりちゃんと考えていかないとまずいなって、それはやっぱり大人の責任だなっていうのを、まあ、本当にこの間授業参観聞きながらも考えたんですけれども、でまあそんなんで、まあ、そのオーガニック給食フォーラムの時にも農水省で出している緑の食料システム戦略っていうのがあるんです。でそこでですね、2050年に有機農業の面積を現在の耕地面積の 25%、 100万ヘクタールまで広げますっていうのを掲げてるんです。ただ果たしてこれがどこまで進んでるのかっていうのが非常に、疑問ですね。で今日の新聞にも載っていたけれども、なんか農機法が改悪されるとかで、やっぱり食料自給率がすごい日本って低いじゃないですか。で戦争で死ぬんじゃなくて飢餓で死んじゃうよねっていうね、もし有事になった時は、よく東大の鈴木先生なんかもおっしゃってるんだけれども、やっぱり食料自給率を上げないと日本はダメになるということが言われています。でそこに学校給食で、そして有機をっていうのが、このオーガニック緑の食料システム戦略をちゃんときちんと進める上ですごく肝になってくるんじゃないかなっていうふうに私も思っています。それでですね、緑戦略の中でオーガニックビレッジへの支援をするっていうのがあるんですけれども、学校給食等での有機農作物の利用に取り組む地域を応援するんですね。で2025年までに全国で100地区を目標にしてます。でこれは結構ね、数的には進んでいて、令和4年度は55地区だったんだけど、令和5年って何、2023年93まで拡大してるんです。だから2025年度末になるのかな。そうするとあと今2024年
と年度4月からですね。だからこれはオーガニックビレッジの地区目標はもしかしたら達成するかもしれないっていう形ですね。ただ埼玉は小川町だけなんです。で、小川町はあのオーガニックビレッジとかの緑の植樹システム戦略が立ち上がったすぐ手を挙げて、で割と早いうちにあのオーガニックビレッジ認められてるんですけど、そこから埼玉は広がりがないっていうことですね。だここをあのもっと各自治体も研究して、まあ上尾もそうなんですけども、あの有機の農地面積を増やすと。でそうすればお金もあの国からの援助金助成金も入りますから、でそれで、自分の自治体の、まあ、有機面積増やして、でそれをどうにかね、で新規就農者とかも支援して、それを学校給食にっていう流れにどうにか持っていきたいなという思いでいます。でですね、上尾は有機の農家さんいないんです。ただ埼玉市って結構いらっしゃいますよね。で、あの、まあ、緑区にいるかどうかちょっとわからないんだけれども、いらっしゃる。で、埼玉市って本当広いから、まあ、駅近はすごくもう本当に都市でね、あの発展してるけど、まあ、駅から離れると本当に結構ね、あの畑とかいっぱいで、あのなんていうのかな、市の中でうまく循環活用すればできるじゃんっていうふうに思うんですよね。で、上尾もそうなんですけど、私の家はね、駅からすっごい離れてるんですよ。あので、埼玉市でいうとね、北区、あの差し荻とかすっごい近いので、荒川の方っていうかね、上尾の町ど田舎っていう感じなんですけどで畑とかばっかりなんです。で、まあ、駅の方は割と混んでいるけれども、でそういう意味では、で畑も今やっぱり後継者不足で、まあ、そのままになってる畑とかがねいっぱいあるから、どうにかそういうところを活用して、まあ、新規就農者呼び込んで、農地面積をねやっぱりどうにかしたいと。でできれば有機 でそしてそれを学校給食にということで、どうにかできないかと思ってます。で私も、まあ、あのおかげさまで議員になれたので、まあ、そういうことをねこれからバンバン言っていきたいなっていうところで、はい、思っているところです。はい、ですね、そして、まあ、選挙の動きで言いますと、まあ、先ほども言ったんですけど、埼玉市は埼玉市長選が令和7年来年5月あるんですね。で実はね、上尾市長選もね同じ年の11月にあるんですよ。でこれ絶対ね動くと思うんですよ、何か。あのでやっぱり、で私もこの間の質問の最後にですね、大項目3本私質問したんですけども、1本目は何だっけ、まあ、保育所待機児童のことで、2本目は、包括的性教育のことで、そして3本目に学校給食費の無償化ということでやって、でただその市長の答弁的には、まあ、現在国においても検討が進められていることから動向を注視するとともに調査研究を進めてまいりますと、まあ、非常にいつも通りというかね、あの残念な答弁でした。だけど、まあ、私としてはね、学校給食費無償化の運動をやって押し上げていただいた議員として、まあ、今後もしつこく粘り強く取り上げますというふうに宣言をしました。で3月議会が、まあ、この間終わった閉会後に市長が各あの控室回ってくるんですね。でその時に、まあ、まあ、あなた新人にしてはなかなかあの堂々としててよかったよなんてね、お褒めの言葉もいただいたんですけど、であと、まあ、
諦めないで言ってってねって言ったんですよ。それが学校給食のことについてか、あと今、小中学校にエアコン、特別教室にエアコン設置よっていうことで、すごいいっぱいいろんな人がいっぱい言ってるのに結局予算がつかなかったんです。でそれも含めてなのかちょっとよくわからないんですけど、まあよし、じゃあ分かった、諦めないで言おうと。で諦めないで言ってれば多分何かしらこの市長選ではやってくれるんじゃないかっていう期待もしています。お願いしますっていうことで意味合いも含めて、今後もねしつこく言っていきたいなっていうふうに思っています。そうですね。でこの間の質問の時には、まあ、どういう形で、まあ、質問したかというと、まあ、上尾は第3子以降っていう、まあ、一部補助なんですけど、小中学生が1万6000人くらいいるうちの小学校から中学校まで子供が3人以上いないと助成の対象にならないんですよ。その9年間にそんなうまい具合にはまってるお宅なんてそんなになくって、結局1万6000人のうちの500人ぐらいしかね、あの補助の対象になってないんですね。でせめてこれをで中学校卒業したらじゃなくて、高校生まで18歳、第一子目が、まあ、18歳までのお子さんに広げてくれたら一体どれぐらいの予算でできるのかっていうような質問をして、でそうすると今の倍ぐらいですかね、500人で2000万ぐらいのところを、まあ、1000人で、まあ、4000万ぐらいでできますと。でそうすると上尾市の予算は令和6年度が788億なので、まあ、全然 1% にも満たない金額でできますよね、まあ、ものすごく現実的な数字ですよねということでプッシュしたんだけれども、まあね、今回は予算化はされてないんですけど、まあ、そういったところから徐々に、まあ、なんとか拡大したいとは思っています。で、まあ、子育て世代を応援するためにはやっぱり広くカバーできる子ども医療費の、まあ、無償化、そして学校給食費の無償化で、これがもう子育て世代応援のための日本柱、もう車の両輪だと考えています。で上尾はですね、今年、まあ、なんだろう、イングリッシュサロンって言って部活動の地域移行って今問題になってるんですけども、体育会系の部活は割と、まあ、みんなイメージつきやすいと思うんで、まあ、例えばサッカーとか、まあ、バスケとか野球とか外にクラブチームありますよね。でそういうところに移行するっていうのはまあ分かるんだけど、まあ、文化系がないですよねってことで、上尾はなんか英語にね力を入れてるらしいんですよ、らしいんですよって言って、なんかあんまり恩恵を受けてないからね、そういう人ごとみたいな感じなんだけれども、でそれでイングリッシュサロン、AET、ELT の先生を、まあ、公民館分配置して、各公民館で20人ぐらいずつ、まあ、実際の英会話、まあ、楽しく英語を学べるような、まあ、それでどれぐらいスキルが身につくかわからないけれども、まあ、そういうことに予算を、いくらだったっけかな、結構な額ですね、2000万前後とか、それが予算化されたんですね。でまあそういうで、ただそれ全員受けられるわけじゃないじゃないですか、希望した人で、まあ、人数までの人しか受けられないの で、まあ、そういう一部の子だけが受けられるようなものじゃなくて、やっぱり広くカバーできるものとしてはやっぱり子ども医療費と、まあ、学校給食費がやっぱり一番だと思うんです。でしかもその第3子以降っていうと、もう本当にごく一部、私なんかも子ども2人だから、で、まあ、しかも上がねもう高校生になっちゃってるんで、まあ、全くなんて言うんだろうな、運動はしてるけど、あでもうちは該当しないんだなとか思いながら、でもまあねそれでも少しは広がったからよかったんだけれども、できればやっぱり子どもの数に関係なくどの子も同じ条件で、無料でね食べさせたいっていうのはありますので、まあ、そうですね、だから、まあ、目指すべきは完全無償化なんだけれども、まあ、できるところから、やっていきたいっていうことですね。で近隣の動きでいうと、北本市が、
学校給食費が、中学校だったかな、無償化されますね。で小中じゃなくてちょっとやっぱり予算的な関係でどちらかだったかと思うんですが無償化されます。であと鴻巣も第3子以降今度から無償化されるんですけど、第1子が18歳以下ってことで上尾よりちょっとね進んでる。であと熊谷はもともと第3子以降の無償化なんですけど、熊谷は最初から第1子の数え方が18歳まで数えてくれるってことで、上尾はね決して先進的じゃないんです。今日お呼びいただいてこんなこと言うのもなんなんですけど、決してそんな進んでないんですよ。もっとやれるんだけど、まあ全然やってなかったことに、まあ風穴をね開けられたっていうことではね、まあ良かったかなと思って、まあそんなことも参考にしていただいて、こちらのね埼玉市でも、まあ、選挙をね、まあ、こ うまく使ってっていうのかな、やりようによって絶対何か動かせると思いますので、ぜひですね、若い人にも声かけて一緒に取り組むという形で進んでいけば、何かが変わるんじゃないかというふうに思っていますので、はい、ちょっとなんか本当に、ね、すいませんまとまらなかった。私はこんなに1時間ぐらいね時間取ってどうぞって言われるの本当に初めてなんですよ。まだ地元の議会報告もこんな時間取ってやってないですよ。初出しが地元以外っていうね、なかなか珍しいスタートなんですけれども、はい、まあ、ちょっとじゃあこの後ね話足りてないとかもっと聞きたいとかっていうところがあれば質問していただいて、ひとまず私のお話はこれで終わりにしたいと思います。